こんにちは、門前整体三つのぶです。またね、このね動画始まりましたね。今回はね、背中の方の肩甲骨から背中にかけてのね、感じです。でこれね、やっぱり皆さんね、足の痛いのが終わった後なので、とってもね気持ちいい場所になります。で特にね、やっぱりね、日本人ね、右側のね肩甲骨とかね、右の背中とかが硬くなる傾向が特に多いです。運転手とか、あとパソコン触る方で、マウス触る方とか、あと時間に追われてる方なんかが、このね右側の方が凝りやすくなってきます。ですからね、ここからになってくるとね、もう皆さん痛がるというよりかは、もう気持ちいい、もうなんか飴と鞭であれば、飴でございますよね。飴みたいな感じになってますから、すごく気持ちよく受けれますね。なのでね、足のね激痛を乗り越えたら、飴の背中とかをしっかり押してもらえるっていう風なことが門前整体になるんですね。でここね、ものすごく私の体重かけてしっかり押さえてるんですけど、少しねやっぱり痛がられる方っていうのもたまにおられたりします。でそういう方っていうのは背中が凝りすぎていて、呼吸をしにくい人なんていうのがそんな方だったりとかします。ですので、そういう風な方、ちょっとこれね痛かったみたいね痛かったらこういう風に止まって途中ストップなんていう風な形になって、皆さんね時間を止められたりとかします。今回でもね、あまりねお名前、話し声とかが結構個人的な内容だったりのするので音声止めてますけれども、こんな感じでね、ちょっとしんどいっていう風になったら、こういう風に、ちょっと止まったりとかしてね、さあレッツゴーみたいな感じでまた開始されます。ですからね、思った以上に強く背中を押されるんですね。で押されますから、こうやってねずっと押さえていくとね、やっぱりね疲れがね取れていってくれてね、柔らかくなってくれます。でここのね、今押さえてるところって肩甲骨のね剣引きっていう場所になるんですね。で剣引きという場所はどういうことかって言ったら、肩甲骨と背骨の間がひっついてくる場所で、ここがね肩甲骨剥がしとか、肩甲骨をしっかり緩める場所のところをしっかりと緩めてあげると、やっぱりね腕の可動域も広がりますし、凝り感、自分でね肩が凝ってるなっていう風な方も、ここをしっかり押さえてもらう方がやっぱり効いてくれたりするんです。あ、またストップ入ってますね。あ、いいねいいね。ストップ入った時っていうのはね、やっぱりねかなり痛みが伴う場所、こことここはやっぱり疲れが溜まりますよみたいな説明してますけれども、やっぱりねそういうところがあったりするんですね。だからね、こういう風な、ね、人っていうのはね、やっぱり右側が硬い人っていうのは、やっぱりさっきも言ったように時間に追われてるとか、まあね、精神的に追い込まれてる人なんかがやっぱり硬くなったりとかすることが多いので、やっぱりねそういう風なね人はね、この辺が凝ってきたりとかします。でよく先生、肩とか首が凝ってますって言って自覚症状があるって言われてる方でも、意外とね肩と首を触ってみたらそこまで硬くない人って結構おられたりするんですよ。でなんでかって言ったら、首と肩は凝ってる気がするけれども、実はその原因は背中の方であったり、肩甲骨の方が実は原因で、それを肩こりだって感じて、間違って感じてしまってる頭っていうのは結構多いんですよね。だからね、そのね頭がどこが疲れてるかって結構、ね、間違えたりすることって結構あったりするので、皆さんもね思い当たりがあるかもしれません。自分が右側が凝ってる、右の肩が凝ってて、なんかちょっと触ってみたりしてるのになかなか取れないなっていう風な人は、そのね背中側をちょっと緩めてあげたりとか、実は反対側の左側の、肩こりをちょっと抑えてあげたりとか、そういう風にね自分が思ってる側とは違う側をちょっと攻めてみるっていうのも一つの手だったりするんですよね。なので、ね、まあなかなかねここまでね、プロじゃないとわからないっていう点もあったりしますね。あとまあこの動画には映ってませんけれども、最近マサト先生にやっていただいてよく分かってきたのが、背中の疲れも実は手の疲れから上がってきたりとかすることもあったりします。やっぱりね手ってね、最近はマウスとか、スマホですよね、もうずっと持ってますから、このスマホを持つだけでやっぱりね手って疲れるんですよね。であと筆圧、文字を書くときに強い感じとか、あと車を運転される方とかね、手はやっぱりね万能に使いますから、
その手の疲れが実は肩こりとか背中の疲れに上がってきたりとかすることが多いんですよ。なのでね、それをねしっかりねこうやってね解説してるんですけれども、なかなかねその手のどこを緩めればいいんだっていうのはね、私のね最近のショート動画のやってみた系をちょっと参考にしていただいて、やってみてもらったりとかするとやっぱりね効果的に取れてってくれたりしますから、ぜひぜひね参考にしてみてください。やっぱりねそれがねないとね、やっぱりこのね今押さえてるこの部分、肩甲骨の負荷がかかる部分なんですけど、手を荷物を持って支えている部分になるんですね。この部分っていうのはやっぱり一番硬くなりやすいですから、ここをねしっかりと緩めてあげるのってねなかなかね、難しいんですけれども、ご自身でされる場合であればストレッチポールね、以前もなんかね円柱状のもので背中を伸ばすであったりとか、あとそれよりもレベルが高くてもいいっていうのであれば骨盤職人とかで背中を木の、丸いボールで押さえてあげるとかね、あとテニスボール、とか、硬式ボールとかそういうのでね背中をコロコロ伸ばしてあげるだけでもやっぱりね背中の筋肉緩んでくれますから、毎日のねメンテナンスケアをしてあげるっていうのがやっぱりね体のね健康に使うっていうか、なんていうかな、体をよりよく使っていくためにはどうしても必要なことになるんですよね。ちなみに私こと門節整体三つの部も毎日のように、背中を伸ばす骨盤職人っていうのには毎日乗ってます。じゃないとねやっぱりねもうさすがにね体が持たない。いや毎週のように正人先生に抑えてもらうんですけれども、ハードすぎるともうそれだけじゃなどうしようもないので、やっぱりね毎日のように背中伸ばして伸ばす時間をちゃんと取るように心がけています。じゃないとねもうね疲れが取れないんですよ。やっぱり40もね後輩行くとね、あこれ痛がってますね、あ、まあこういう人もいるでしょうね。でそのね痛くなる場所って、ね、やっぱりねその肩甲骨の付け根であったりとかそういう場所が硬くなるので、おっとストップ入ってますね。よっぽど硬かったんですね。でその間にね私お水飲んだりとかするんですけれども、今回ストップ出てる、もう一回ね音声入れてもいいけれども、まあ私の声で楽しんどいてください。ギャーギャー言うところをね最近他のね門節整体でパクってくれてる人たちが作ってくれてますから、うちはうち独自の6線をね行っていこうと思いますからね。まあでここをねしっかり緩めてあげる、右の肩甲骨なんですけれども、この場所をしっかり緩めてあげることっていうのはやっぱりね体の疲れがねしっかり取れやすいんですよね。でなんでこの場所が凝りやすいかとかっていうのは構造学的にどうしても仕方がなくて、肩甲骨ってね薄いお皿状みたいな骨なんですけども、その骨の可動域が多いから腕が自由に動くんですね。でその自由に動くということはそれだけ体の中には負荷がかかりやすい場所になります。なのでそこの場所をしっかり緩めようと思うと細かい筋肉だったりとかが緩めないといけなくなるんですね。特にね三角筋とか肩甲胸筋とか、いろんな筋肉あるんですけども、今押さえてる場所も痛い場所ね、この辺もねしっかり押さえてあげた方がいい場所なんですね。でここはね硬くなりすぎると何ですかね、五十肩になったりとかする場所ですから、そう今言ってますが、ここが硬くなると五十肩とか腕のしびれの原因になりますよなんていうふうにね言ってますから、それをねしっかりさせてもらえたらいいんじゃないかなと思います。じゃあそろそろねいい時間になってきましたし、門節整体三つの部の施術はここまで。次はねまたね首と肩編をやっていきますから、またお楽しみください。以上門節整体三つの部でした。